揚げかなと思ったら、意外にこっち来たら、あ、戻ってたんだけど、8はない、9か、ちょっと今迷ってます。150なんですけど、ちょっとフォローかな。前から登ってます。あ、登ってます、はい。ストップ。オッケー。乗ればオッケーです。ちょっとすごいロングカット。それもオッケー。乗ればオッケーだ。よいしょー。ナイス。ナイスです。ナイスです。持ってる。振りが合わないです。手振りが。乗ればっけ。ナイスショー。すっげえ薄いけど。入っていいよ。ゴーゴー。おー、ナイス。きたー。ナイスショー。いい感じ。ナイスです。素晴らしい。20ヤードぐらいで、下りの逆目らしいです。ちょっとすいません、ちょっとこっちの方に打つかもしれない、はい。いや、全然伸びない。こんなに傾斜してるのに全然伸びない。全然伸びない。全然わかんない。全然どういうこと。ナイススパー。うまっ。そうやな、スパー。です。はい。です。です。早速目の強さを痛感させられました。はい。だってさ、カイト君のさ、パーパットだって絶対フックに見えてるでしょ。はい、だけど怖いからフック。あ、じゃないか、スライスに見えてるんです。スライス。なんですけど怖いんですよ。本当に。そうだよね、はい。ちょっとあったかいものが飲みたくなりました。急に寒くなってきショットじゃないのか今のは。ナイスショット。ありがとうございます。ナイスショットじゃないのか。ちょっと早いですね。ナイスショットですよ。ありがとうございます。雰囲気がね。お疲れ様。
あれはミスなのかな。ちょっと当たりが悪くて失礼かな、ちょっと右に行っちゃったんで。なるほど、申し訳なかったです。どんまいつも変だし、ね、難しいですよ。マジっすか、そんなあるんですか。ありますね、そんな細かいところで。はい、恐ろしいですね。だからある程度は着たままで、はい、脱いで、うんうんうん、でだけど途中で慣れてきたらこれ着たまま。あ、なるほどね。下がりなんで、もうグリーン上乗ってから下りでもう止まらないので、ここは上げていこうと思って、もう低くその辺の土手の手前に当ててこう転がっていけたらいいなと。ただ雨が降ってきちゃったんでもしかしたら止まっちゃうかも。すごい長さです。よいしょ、これはぶっ飛びましたね。はい、よいしょ、添えてくるほどするですね。バンカー越えてっていうと、たんですけど木に当たりそうになりました。
自分のショット、まあでもそんなにティーショットもいいところ、そんなに当たりとかは悪くないんですけど、いいところに行ってないので池とかも入れてるし、なんかこう短いパットが入ってるのでまだスコアになってるかなというような感じです。パット自体は全然タイヤに寄ってないですし、ただちょっとこの前のホールとこのホールから寒さに耐えるっていう感じに、こんなもう真っ赤、見えますか、見えるのかな、真っ赤、手の感覚がなくなってきちゃうんで、やっぱ寒いと難しいですね。まあちょっと頑張ります。ナイスバーディー。そっか、普通飲んだもんね。